さあやっていきましょう。よろしくお願いします。今日は第11節ですね。前回の試合でちょうど10試合終わったところと、だいたい4分の1が終了したところですね。1位は今レアルマドリードと、うちは2位ですけど同じような勝ち点差でユベントス、バイエルン、マンチェスターシティあたりがね、虎視眈々と1位を狙ってると。でね、ちょっとあの節目のところということでね、あの得点王とかね、そこら辺のやつをちらっと覗いてみようかなと思いますけど、すげえなマジで。一人飛び抜けてますね、ロナウドが。ナスリーとか入ってるんだね。香川さんと本田さんがうちからはランクインしてると。アデバヨール試合出てるんだ。今日の相手のフンテラールとかもいるし、バロテッリがこの世界戦だともう4ゴール取ってるんだよ。歓喜の瞬間をずれてる。なるほどね。ちょっとロナウドは入ってるんだけど、メッシさんの方が入ってないというのはね、ちょっといまいちあのバルセロナが乗り切れてないっていうのを象徴してるかもしれない。アシスト香川さん1位ですね。4アシストもしてたんだ、いいね。エリクセンも4アシストと。てかうちのチームの人が結構いるじゃないですか。さすがパスサッカーを標榜してるだけあるね。無失点、なるほどね。川島さん無失点2試合ですか、いいね。そうそうたるメンツの中にクルトワと同格ってことだからね、言ってしまえばクルトワと同格、デヘアと同格ってことだから、ね、さあ行きましょう。今日はシャルケ戦ですね。今日は勝ちたいよ。今日ちょっとね、曇りで行きましょう。シャルケのホーム見にくいんでね。で今日は 4-3-3 で行きます。でね、意外と長谷部さんの怪我がまだ治りきってないんで、今日はまだ細貝さんで行きますね。行きましょう。なんか前回の試合でちょっとセンターバックの2人、吉田麻也さんと酒井さんのね、調子がかなり落ちちゃったっていうね。だから今日はちょっとその2人の動きが微妙に悪いかもしれないけど、こんにちは、今日の実況頑張ってディフェンスしていきたいですね。西岡明彦です。今日ベルティンスアレーナで行われる試合の模様は解説に堀池拓美さんが行きますか。お送りいたします。堀池さん今日もよろしくお願いします。はい、シャルケはね、その今回のその動画でね、チームに入れるか最後の最後まで迷ってたんですけど、でも蓋を開けてみればここまであれですよね、9位ですね。だからやっぱ強いんですよシャルケは、怪我人さえいなければ。さあということでメンバー見てみましょう。3バックで来てますね。ダブルボランチがヘイガーとアオゴで、あ、ファルファンとかね、ドラクスラーとか元気に出てるみたいです。あー、シュポモティングとか出てないね、機械にも。あとからボアテングとかね、ヘベレスとか入ってくるかもしれないですね。さあうちは今日は 4-3-3 でやっていきます。でね、ちょっとね展開を見てね、前半終わった段階で今日は早めに交代すると思いますね。ドイツでも上位の人気を誇るシャルケ04。さあ行きましょう。ドルトムントとのルールダービーは今日は盛り上がります。今日はしっかり勝ち点取りたいよ。どんなにリードされても応援の声が途切れることはありませんね。取れ、 OK です。さあ今日は 4-3-3 なんで、いつもと同じような感じですけどね。さらにサイドを中心に攻めていきたい。内田さん使っていきたいな、内田さん。長友佑都、はい。さあ乾さんどうだ、ちょっと違うな。よし、これ一発打ってみますか。名刺代わりの一発。これはフンテラール。おいおい、どうしたんだフンテラール。謎のパス。おっと、ちょっとうちもあれだな、
焦ってるな。しっかりシュートまで持ってきたい。ドラクスラーとかね、ファルファンとか元気いっぱいですね。カットしました。少しは楽になりましたね。さあ行こう。注目のフンテラールはここにいます。とりあえず一番警戒するのはフンテラールさんなんだけど、ん、通った、いい形、大丈夫ですか。なんかあれだな、動きがいいな、チャルケの。いい、これはいい。ここいいところにパス。うわあ、ダメだ。さあ、はい、見事なパス。こっち打つしかないでしょ。やれ、いやいや、まさかオフサイドとは思わなかったわ。ノーゴールです。まさか。プレーです。アシスタントレフェリーがよく見ていましたよ。紙一重だったと思います。あの精神スティーブン・フレッチャーだった気がするんだけど、違うか、俺の見間違いか。ふい、細貝はじめ、オッケー、内田さんパス、ナイス。これ一人で行ってみますか。いや、ここに走り込んでるのがシュート、ナイスシュート、これ勝て、やったぜ、素晴らしい。ふざけんじゃねえ、チクショふざけるんじゃねえよ。またスティーブン・フレッチャーに取り消されたじゃねえか、これ。別の角度からご覧ください。難しいタイミングですが、確かにオフサイドではあるが、オフサイドでしたね。よく見たら全然似てないしな、あの選手フレッチャーに。フェラールはここにいます。ジェフェルソン・ファルファン、マルコ・ヘイガー、ドラクスラー、これよし。今日はなんかうちの乾隆、うちの選手の調子というか動きもいいぞ。はい、乾さん、これちょっと細貝さんに出すコースはない。サイドへ展開していきます。こっち、こう、細貝はじめ、あー、どうする。いや、今日は内田さんの日かもしれん。ほんの少しだけ今惜しかったね、なんかいいシュート。おー、いつも以上に積極的に内田さんが上がってきてる。いいぞ。ふい。長友佑都。ナイス。清武宏。清武さん。サイドを目いっぱい使っていこう。こう。香川真司。おっと。このボールは外に出てスローインでの再開となります。さあ、一旦香川さんに預けて、奥だな。また打つか？どうする、どうする。うわー、ダメか。ちょっと今厳しかったな、囲まれてしまったね。 OK、 相手がな、あんまりカウンターうまくできてないよね。このリズムのいい状態のうちに先制点を取っとく、取っときたい。いいボールを送りたい。あー、ダメだ、吸い込まれるようにヘイガーの足元にボールが行ったね今。ドラクスラもうこっち側に来てんじゃん、ドラクスラが。クロスが上がった。いやー、ホストに当たって跳ね、やめろ。ショーケレースてか、今の形でなんかまんまとやられたって感じだね。まんまとこうフンテラールにいいボール上げられてヘディングでみたいな。気をつけろ、危ないっす、危ないっす。コーナーキックはシャルケです。今のシーンをもう一度ご覧ください。さっきのヘディング良かったね。キャッチします。よし、ナイス川島さん。乾さんに渡そう。乾さんに渡してくれと俺は言ったはずだ。ポジション取りが上手かったですね。トランキッド・バルネッタ、これは来た、うおー、こぼれました。ボールを大きく押し出します。なんかあれだな、今日ちょっとなんか正直言って圧勝するつもりで来たんだけど、
そうもいかなそうな雰囲気がプンプンしてる。さあ、乾さん出して、打って、あー打てなかったか。あとちょっとだね、あと一歩。ナイス内田さん、これ頑張って。うわあ、あと一歩な、あと一歩のところでディフェンスが詰めてくるね。ふい、細貝はじめ、なんかやたらあれだな。ああ、試合のテンポが早い。取れる、よし。うちも相手もなんかディフェンスがかなり奮闘してるっていう感じですね。ほい、本田圭佑。あーっと、おお、長友さんナイス。逆サイにいる、サイドチェンジしました。落として、ここ、打つでしょ。いやー、ダメか。蹴り出しました。これは危ない場面でした。ドラクスラーってまだ21歳なんだ。若っ。内田篤人、香川真司。はい、よく見えています。いいパスだ。とはなんかちょっとあれだな。うわー、こういう奪われ方最悪だ。ボールにはバルネッタ。ああ、よかったよかったよかった。助かった。前半終了で0対0、試合は動かないまま。なんかお互いシュートかなり打ってるんだけど、支配率かなり勝ってますね。いかがでしょうか。そうですね、ね、ちょっと後半15分ぐらいになったら早めに今日は交代させようと思いますね。オッケー、香川さん、本田さん。うわー、今のいいけどちょっと危ないスライディングだよね、後ろから。ギュン、ファルファン、ナイス。内田さん、内田さんじゃねえや、長友さん。そして内田さんはもうあれだな、ぶっ飛んでいってるな今日は。なぜか、はい、本田、ぶっ飛んではいってないか。香川真司、あー、岡崎さん出したいところなんだけどね。本田圭佑。うわ、これがすげえんだよな。後ろから来てファールかと思いきや、しっかりボールだけ触っていくって守備の試合になってるかもしれん。素晴らしいポジショニングと視野の広さで。オッケー、いや、そう、ちょっとこれさ、カード出してよ。カードを出せって、カードを。少なくともイエローカードはだよな。オッケーオッケーオッケー、びっくりしたわ。ここまでヘイがああいう形のスライディングめっちゃしてきてるんですよね。完全に足がかかってしまいましたね。これは流すわけにはいきませんね。うわー、ボアテングだ。細貝はじめ、1枚イエローもらったところで今日はもうっていう。奥奥、内田さん、香川真司。さあ、味方も連動して動いてくる。さあ、ここは本田圭佑。どうしようかな、どうしようか。よし、ああ、体をうまく使います。あとちょっとだな。天の匂いはしてるんだけど、最後のところでディフェンスに塞がれてる。危ねえぞ。タッチラインを割りました。彼に当たっていたようですね。別のアングルからの。ちょっと変えよう。ね、そしたらね、岡崎さんと乾さん変えよう。いつも通りの交代ですけどね。言ったら、本田さん、ちょっと長友さん変えましょう。長友さん変えます。 OK です。タックルご覧ください。これはまずいタックルですね。ちょっとね、次節のミラー戦がね、だいぶ日程近いんで、同時に交代枠を使用して今変えた3人をミラー戦に使う。で、香川さんとか本田さんはこの試合を勝つことに専念してもら
はい。ヘッドで危険なエリアからクリアしました。1点目が遠いよ、1点目が。ドラクスラー、ここで味方のサポート。幻の2点があったからな、幻の2点。宮市亮。外に来て。うーわ。あっと、こぼれた。香川真司。細貝はじめ。ああ、オッケー。来たぜ。打て。ボールを蹴り出したい。まだ残そうこれ。いやー、相手に残されるとはな。気合の入り方がおかしいね、ディフェンスの。注目のフンテラールはここにいます。粘りの試合をしてるシャルケは。さあ、フンテラールが得点を予感させてくれます。得点の予感してるか。ボアテンがいて。オッケー、ここ宮一亮。ああ、ダメだ、オフサイド。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。ファンネ、はい。ボーテン、取れないか。ジェフェルソン・ファルファン、ファルファン、ボアテング、入るか。ここよし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 。いやー、ちょっとコーナー怖いね。5列か入ってきましたね。5列か、5列目からの飛び出しに注意しろ。 OK、 香川真司、はい、来た。吹っ飛ばされた。エスクデロさん、吹っ飛ばされる。フリーキックです。シャルケです。どうする、ちょっと今日勝ちに行くしかないね。ファール、ファール、ファール。相手も相当前のめりに来てますね。ドラクスラ上がった。頼む、クロスバーに当たった。川島さん、まだ終わってないぞ。こっからだ。これを引きつけて香川さんに出す。香川さんに出すと見せかけて俺だ。宮市さん、2戦連続じゃないですか。決めましたね。これは大きなアピールとなるのではないでしょうか。違うカメラから先ほどご覧ください。やっと取ったって感じだね。1点目遠かった今日。ここから3ゴール目慌ただしくなってまいります。よし、ちょっとバランスに戻して、あとカウンターにしよう。こっからの時間は引きつつカウンターを狙う。横に振ります。待てよ、大丈夫だよな。危ない。あ、オフサイね。オッケーオッケーオッケー。怖い今の。はい、宮市亮、ボールを奪いに来ました。どうする、これを守ってこう打った。うわ、すげえな今。今のクリアすげえわ。これ入ったと思ったけどね。今日はあれだな、シャルケのディフェンスの日なんだな。ふい、細貝さん打っちゃおう。オフサイっぽいけど、お、オッケー。ああ、ゴールキックなっちゃったか。清武さんのスタミナがかなりいってしまってるね。はい、ここ細貝さんも、ね、これはちょっとこの二人は次節は使えないですね。無理もないでしょう。細貝はじめ、ダメか。
さあちょっとしっかり守ろうぜ、ここはしっかり守って勝ち点3取り切るぞ。このパスは通りません。これはさすがに読まれていました。うぅ、ファルファン、ちょっと待てよ、おかしいぞ。オーケー、これはもう厳しいですね。危ねえ、同点ゴールとはなりませんでした。危な、ちょっと力みすぎましたかね。決めたい場面でしたよ、はい、細貝はじめ、本田圭佑がプレーに絡んでくる。宮市亮、ああダメだ、ああよかった、ホイッスルが鳴って、いやなんか神経使う試合だったな。試合終了となりました。誰がマンオブザマッチだろう。細貝さん、細貝さんですか。いや今日なんか全体的にレーティング高めだね。ディフェンスが良かったよ、相手チームもなんかディフェンス良かったよね。めっちゃいやーかなり神経を使う試合でしたけどね。ただなんとか勝ち点を持って帰れて良かったなと。さあちょっと見てみましょう、どんな感じの順位表になったか。あんま変わってないね、相変わらずうちは2位と。いやーていうか上の方これどこが抜け出してもおかしくないなマジで。さあ、次回はですねちょっとこれミラン戦なんですが中2日なんですよね、中2日でミラン戦ということで、ちょっといつものメンバーとはかなり違うメンバーで臨むことになると思うんですが、よろしくお願いします。